もうそろそろバレンタインやえ。ダーリンへの本命チョコ、どんなんにしようかな。ダーリンのことやから、きっと他の子からぎょうさんもろてそうやし。よーし、どの子にも負けへんチョコにせんと。一番を目指すんやったら、やっぱり味が大事やからね。高級なんがええんかな。ルランドモンみたいな。いや、ちゃう。最高の調味料は、やっぱ愛情や。ダーリンには、最高の手作りチョコをプレゼントしてあげるんやから。また気泡が入ってしもた。やり直し。ちゃんとテンパリングしたつもりなんやけどな。なんでやろ。今度は白くなってしもた。こないな不格好な、プレゼントでけへんよ。初めてやないんやけど、うまくいかないもんやね。色もツヤも完璧。うん、これなら絵できやわ。あとは可愛くラッピングシーンのメッセージカードも添えーの。あ、そうや、二人っきりにならんと。呼び出しは手紙でええかな。場所は下駄箱にするで。親愛なるダーリンへ、14日放課後の教室で待っていておくれやす。あとはこれを明日の朝に仕込んでおけば大丈夫やね。あとはこの失敗作の山、うち一人じゃ食べきれへんよ。どないしよう。渡せてしもたかな。堪忍やよダーリン。うちどうしてもダーリンと二人っきりで会いたかったんよ。なんでかは言わなくってもわかるやろ。どうしてもうちに言わせたいん。ダーリンは意地悪よな。今日はバレンタインで、こもったチョコをプレゼントする日なんよ。はい、うちからのチョコや。一生懸命作ったんよ。大事に食べておくれやす。せっかくやからここで開けて食べてほしいわ。ダーリンが食べるとこ、うちも見たいと思ってたんよ。メッセージカードは長くなってもうたんよ。後でじっくり読んでな。ダーリンへの気持ちを長く長く書き綴ってあるんよ。そうやよ、本命チョコ決まっとるやんか。ほら、おいしいやろ。うちの愛情がたっぷり詰まっとるからね。ダーリンが望むんやったら何でも食べさせてあげるんやからね。それこそ毎朝お味噌汁やコーヒーなんてのも。せや、その前にうちからダーリンにお願いしたいんよ。バレンタインの後にはホワイトデーが待ってるやろ。お返しするんやったら3倍にしてって言うやろ。ダーリンからのお返し期待しとるからね。お菓子でも、それ以外のプレゼントでも、いっそダーリン自身がプレゼント